青コーナーよりアントニオ恋なき入場。さあ西口デラックスメインイベント、現れるのは西口プロレスから、まずはアントニオ恋なき。さあ先立っての恋なき興行で鈴木みのる戦、そして今度はなんと高山義弘戦、恋の日の孤島コンロードは続く。さあ恋なき、さあ一層険しい表情だ今日は。さあ恋なき、この戦いどうなるものか、行けば分かるほどばかり開拓いたしましたが、戦前の予想では10-0、圧倒的高山有利。さあ恋の木が今、何を思うアントニオ恋の木、小さな拳を固め、さあこの辺は平常心でいられるのか。さあアントニオ恋の木リングインだ。安藤さんいかがですか恋の木。今日はやっぱ毛はお、なんだお、何か、うん、お、これはお前のだろうと俺はおかしく興味ねえと、うん、さあ、しかし恋の木、悔しいですね、うん、10分後にはお亡くなりになってるかもしれないですからね。追悼試合というなる可能性が、白黒の写真用意しておいてください、お願いします。赤コーナーより高山義弘入場。さあまさかまさか、本当にあの男が来てくれるのか。さあ館内にレスラックパワーの、さあテーマが鳴り響いてまいりました。さあ出てくるのは、出てきた高山義弘だ。うわっ、でけえ規格外。さあ高山が西口のリングに今入りました。青コーナー、小さな闘魂アントニオ恋の木。さあこの一番どういうファイトを見せるんだアントニオ恋の木。赤コーナープロレス界の帝王高山義弘。まさかまさか夢ではありません。高山義弘が今、西口のリングに立っております。まさか西口のリングに高山が上がるとは。いやいや、これはちょっとすごいですね、すごいですね。はい、ちょっとゆかりさんも口アングリか、身長の差がかなりありすぎですね、すごいことですよこれは、僕はこういうの今からでも謝ってやめてもいいと思うんですけど、ね、かもしれないですね。高山さんも許して、あ、高山さんも表情違うよこれ、ポークもいつになく真剣ですよ、はい、ゴングが鳴った。いやさあちょっとこれは、うん、大人と子供以上の身長が、恋の木はちょっと、大丈夫か、恋の木西新宿にいるみたいな雰囲気がつきました。なんかさあどうしよう、このまず高山さんにデモンストレーション、あ高山慎の右のハイキック、なんとかかわした恋の木。もうこれは日本の1年生とアメリカの6年生みたいですね。ですね。さあ、これは、恋の木は無謀にも力、届かない。届かないですね。届かないですね。届かない。さあ、力比べ、届かない。届かない。まあ、右で届かんきゃ左も届かないんですけどね。ダブルで届かん。タッチだ。うん、俺も届くんだぞと、これはちょっともうからかわれてますよ、恋の木は。ですね。あ、恋の木が、なんだ、高山選手にもっと下の方でやろうじゃないかと、高山選手も付き合いますよ、さあ高山義弘が、さあ、パワーの差、いや、そうなりますよ。そりゃそうだ、僕は2位にしろと、恋の木負けんなという無謀な声援が来ましたね。さあ、おエルボー行ったが、高山やはり微動だりしない。よいしょ、
こんなのこんなのは、さあ、おっとっとさあ、越えなきゃ、おっとっと、アイアンクロー、届かない、さあ、届かないと届かないと、さあ、ローキック、うん、足もう全ては届かない、あこの議長考えてますね、作戦も、ないですよ、ないですよね、勝機ゼロ、さあ、おっとっとっとさあ、高山も飛んだ、さあさあ、越えなきゃ、高山城、あー、倒れない、あっ、さあ、鯉の木が、さあ、危ない危ない、さあ、この大きな足が危ない危ない、おーっと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 、逃げた逃げた逃げた、さあ、高山選手が何やら倒れろよ、ほらと、鯉の木が倒れろ倒れろと、よしと今、おーおーおー、まあ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 、さあ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 、うまくいくか、倒れるか、さあ、あ、どうしてほしいと、どうすればいいのと、高山選手、さあ、倒れてあげた、あ、お、お、でも、あ、あの高山が、お、お、リバースのインディアンデスロック、高山、さあ、いった、さあ、鯉の木だ、鯉の木が足を痛めた、鯉の木が足を痛めました、おかしいぞ、鯉の木の膝大丈夫か、高山選手は頬杖をついて、ポークが鯉の木にギブアップがやってきますよ、逆現象、もう一回いきます、さあ、高山選手も行くなら行ってみろと、あ、あの高山が苦悶の表情か、さあ、おお、釜固め行った、釜固め行った、さあ、あ、あの高山、あの高山がギブアップするのか、もしかして、もういい、もういい、もういい、おおいい、おもういいと、遊びもこれまでだと、ロープレイ、この先取れないです、なるほど、スリー、あ、勝ってないよ、勝ってませんよ、勝ってない勝ってない、はい、さあ、いや、ちょっと怒らしちゃったんじゃないですか、あ、ちょっと高山選手の表情が変わった、あ、キックいった、さあ、あ、なんだ、おおと、お、え、嘘、ブレーン、ブレーン、さあ、なんだ、バックを、バックを遊んで、遊んでくれよと、もうちょっと、なんだ、こういうのぎを、どうした、はい、じゃあ、寝技で勝負しようぜ、おい寝技だったらここだよ、おい、オールロンガーの高山よしが、いや、高山選手、おおおお、おお、すごいすごい、ローキックが飛んできた、俺だろそれ、ああそうですよ、なるほど、一応猪木ムーブですからね、ですね、猪木とあり逆の体勢になっております、うん、さあ、高山選手の、お、小猪木のこれ触るようなキック、さあ、来い、誘ってますよ、さあ、お、なんだ、初めてこんな大きな足を見たんでしょうね、こういう時ちょっと入っていけませんね、何やら、いやです、何もできないですよ、さあ、行った、こういう時行った、さあ、こういう時は何か狙ってるぞ、さあ、こういう時何か狙ってた、こういう時何も狙ってませんね、これ、何もできないですよ、こうしてたいだけですよ、これ、さあ、あ、高い、お父さん遊んでと、ようやく、あの、ええ、鬼の、うわ、すごい、そっか、今高山が肩ついてましたからね、あ、これは、フォークはね、フォーク悪くないよ、高山さん、フォーク悪くないですよ、フォーク悪くないですよ、レフリングです、あれはレフリングです、ワンツーだろ、せっかくお前バランス取ってる、バランス、あ、ジャーマンしかし、あ、気づいてない、高山選手気づいてませんね、これだけ、はい、ただのウエストポーチだと思ってます、なるほど、ウエストポーチはめてたけど、さあエンジンギレー聞いたか、お、ちょっとふらつきましたよ、お、いけ、こういうのいけ、ドロップキック、さあ、あの高山吉野がふらついて、ドロップキック、あの高山がふらついてる、こういうのいけ、今だ、あ、チャンスか、こういうのトップロープ、さあ、ミサイルいった、しかし高山、倒れない、さあ、エンジンギレー、これは捉えたか、あ、おっと、片膝ついた、さあ、あの高山が、さあ、ローキックいった、
ローキックいった。さあ恋の現状、倒れた。ついに倒れた。さあそして恋の木がフライングのニードロップ。さあそして正座式に正座式にホールにいった。ゼロカウント、ゼロカウント、なかなか見ないですよ、ゼロカウント、カウントゼロ、うん、そうないぞプロレスにこれは。さあナックルパウダーいった。もっと強くやれよと。弱えよなよ。あ、顔面張った。怒られるよ。あー、危ない危ない危ない。思った思った。恋の木が逃げていけない。おー、ブラボー。さあ、恋の木が、うん、なんか、危ない。あ、あ、恋の木、消防士みたいな。すばしっこいですね。恋の木が逃げた逃げた。あ、小さいから分からないと、うん、客のふりしてますよ。あ、あの高山が、あの高山義弘が。さあ、見つけられるか。さあ、恋の木、あ、高山選手が恋の木を見つけることができてませんね、うん、あのチビどこ行ったんだと。チビ消えたよ、本当によ。そっち。さあ、だだだ、さあ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 、全然分かってないですね。さあ、分かってないと、はい、あ、見つけた。つの間にやら恋の木がリング内。さあ、形勢逆転か。さあ、ナックルパート。さあ、いった、いった。腕折り、腕折り。さあ、おお、いったぞ、いったぞ。さあ、アームブリーカー、アームブリーカー。さあ、しかし、高山選手、何もなかったよ、あ、黙れ、黙れ、黙れと。下から、下から、あ、これ意外と効いてるぞ。さあ、あー、スリーパー、恋の木ギブアップか。さあ、ジャーマー、エベレストジャーマー、エベレストジャーマー、助けて、助けて、助けてと。僕も、僕もダメージ来てますよ。あ、でもこれを食らったらおしまいだ、うん、エベレストジャーマン、危ない危ない。あー、それはくるっと、なんだ、いくだ。ワン、ツー、スリー。